We see the sun in the sky. We feel it all unfolding. Into the morning we'll take flight. それは佐藤さんと本体。Doesn't matter where we're going. This time is our time. もう全然いつもの笑顔で大丈夫ですね。私はあなたと共に、あなたと共に苦楽のすべてを共有し、苦楽のすべてを共有し、命の日の限り、命の日の限り愛と誠実を尽くすこと、愛と誠実を尽くすことを約束します。約束します。
します。本日は2人の挙式披露宴にお集まりいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。というかお待たせしました。本当にちょっと固い言葉抜きにして自分の言葉で挨拶させていただけたらと思うんですけど、まあ嵐を呼ぶ男と、はい、いうちょっとキャッチフレーズが僕に似合う感じになっちゃったなと思うんですけど、今回もね、あの台風2発呼んどいたんですけど、はい、ちょっと今回ね、10号はまた日本最大級ということで、それちょっと去年も聞いたなっていうところで、はい、まあ思えば1回目、まあ計3回延期してるんですけど、まあ1回目は台風19号が直撃ということで、まあ前日にねちょっと中止してしまいました。で2回目3回目と、まあ、新型ウイルスが流行して、あの一応結婚式のなんていうんですか、免責事項の中に天変地異のその災害と、あと疫病の流行みたいなの書かれて、あと一つコンプリートしたらあの全部だねって話したので、それはちょっとここでは控えさせていただきます。はい、でまあそんなちょっと延期を重ねてですね、まあ、高須クリニックの賞金とかどこ行ったんだって形で、はい、もうちょっとそんな感じなんですけど、まあ、なんでちょっと今日ね、あの皆さんに料理はあの出せませんので、あのぜひあのドリンクでね喉をお腹いっぱいにしていただけたらなと思います。はい、なんで短い時間ですがぜひお楽しみいただけたら幸いです。ありがとうございます。I love the shape of your mouth。 あきら、なっちゃん、本当におめでとう。ご両家の皆様も本当におめでとうございます。僕もですね、今日の結婚式もう胸がいっぱいで、スーツを着たところ体もいっぱいいっぱいになってまして、はい、心は体にすごい影響するんだなと心の重要性を改めて痛感させられました。ということでですね、僕昨日あきらに乾杯をお願いされてですね、何にしようかなともう考えまして、寝れなくてですね8時間も寝てしまいました。ということでですね、あのすいません、僕が暗記できなかったので、ちょカンペの方をですね用意したので、ちょっとすいません、カンペの方、あ、ちょっとすいません、ちょっとカンペの方、ちょっとすいません、アキラのことを考えるとですね、こんな長くなってしまいました。すいません、ちょっとすいません、ちょっとすいません、すいません、ね、皆さん本当カンペ乾杯、すいません、すいません、すいません、本当に、あ、ということで乾杯挨拶させていただきたいと思います。ご両家の皆さん、あきら、なっちゃん、本当におめでとうございます。ということで乾杯。Call me ball and chain, but you would sing to the depths of the sea, still breathing my name.I belong to you.
4月25日予定してたんですけど、このコロナSpend of time in your arms to know just where I wanna be. I heard your voice enough to know.本当にびっくりしてます。お父さんとお母さんとも本当に友達みたいに明るく話すことが多いので、こうやって話を聞けることもあまりなかったから嬉しいです。ありがとう。お父さんお母さん、29年間どんな時も味方でいてくれて、あふれるほどの愛情で育ててくれて本当にありがとう。安心して帰れる家がある、それがどんなに幸せで心強いことか今しみじみと感じています。お父さん、私の中のお父さんはいつだって明るくて優しくて、スポーツ万能で仕事もできて何でもできちゃう、私にとってはあげたらキリがないぐらい尊敬できる自慢のお父さんです。小さい頃私がお母さんと喧嘩するといつもしばらくしてから部屋に来て優しく話をしてくれたよね。その時、お前らには兄弟がいるけどお母さんはそうじゃないから、お父さんはいつだってお母さんの味方で守ってあげなきゃいけないと言っていた言葉を今でも覚えています。そんなかっこいいお父さんが大好きで、私は小さい頃から理想のタイプはお父さんみたいな人でした。大人になってからもずっと言っていたお父さんのような人と結婚したいという夢は今日叶いました。あきらさんは私のことをお父さんのように大きい愛情で包み込んで大切にしてくれます。だから安心してね、お父さん。今日は大好きなお父さんとバージンロードを一緒に歩けたこと本当に幸せでした。ありがとう。お母さん、私に安心して帰れる家があるのは常に自分より家族を優先して家庭を守ってくれたお母さんのおかげです。小さい頃はすぐにジンマシンを出したり、幼稚園や小学校の低学年の頃は学校に行きたくないと泣いて何度も困らせたよね。あの時は本当にたくさん苦労をかけてごめんなさい。
そんな中、どんなに仕事で忙しくても毎日おいしいご飯を作ってくれて、その時は当たり前に過ごしていたことがどれだけありがたいことだったのか、今身に染みて感じています。料理上手なお母さんはこれが食べたいと言うと何でも作ってくれたよね。お母さんのご飯は何でも美味しくて、今でもよく恋しくなります。あきらさんは夏希の作るご飯が一番美味しいとたくさん褒めてくれます。きっとそれはお母さんの美味しいご飯をたくさん食べてきたからだね。料理に限らず家で教わっておいてよかったと思うことはたくさんあって、お母さんには本当に感謝しています。最近は会ったり電話するたびに、夏には何もしてあげられていないからと口癖のように言ってくるけど、私はただお母さんと一緒に買い物したり、ご飯を食べたり、韓国ドラマの話をしたり、そういう何気ない時間がとても幸せです。だから今でも仕事、家事、趣味をしっかりとこなしているけど、無理しすぎずにたまにはゆっくり休んで、いつまでも元気でいてね。お父さん、お母さん、私は二人の子供に生まれてこれって本当に本当に幸せです。ありがとう。これからはあきらさんと二人でたくさんのことを一緒に乗り越えて、たくさんの喜びを共有して、温かな家庭を作っていきたいと思います。どうか私たちを見守っていてください。そして最後に、今日ここには来れなかったあきらさんのお父さん、お母さん、温かく私を迎え入れてくださってありがとうございます。また今度北海道に行った際は、ぜひあきらさんの好きなお母さんの味を教えてください。至らない点があるかと思いますが、これからも精一杯頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。あつき。本来であればあきらくんのお父さんがこの場で皆さんにお礼の言葉を言うところでしたが、体調を崩されて出席できませんでした。でも今回お父さんの方からお手紙を預かってきましたので、それを読み上げて両家の挨拶と返させていただきたいというふうに思います。本日皆様方にはご対応のところ、新郎新婦の結婚披露宴にご列席賜り、心よりお礼申し上げます。新郎の父、山本彦夫でございます。本来ならば式場でご挨拶するべきところではございますが、健康を損ねまして状況いたしかね、本日この晴れの席に家内と出席できないことがとても残念でなりません。息子は高校生まで細く背が低い子で、いつも最前列におりました。運動会の時などはすぐ見つけることができましたが、サッカーの試合では体格の良い女の子に飛ばされそうになったこともありました。今はこのような立派な体格になり、また社会人として貢献できるようになったのも、本日お集まりいただいた皆様の支えがあったからこそと心から感謝しています。昨年夏希さんを紹介されたときは、姿も美しく優しい笑顔がとても印象的で、息子の目の確かさに驚かされました。二人のところに季節の品を送ると、必ずお礼のメールと息子が美味しそうに食べている動画を送ってくれるのです。なんと気遣いのできる娘さんなんでしょうと家内が感謝しております。夏希さん、本当にいつもありがとう。そして育ててくださったご両親に深く感謝しております。私はこの年になり、生きる力はお金や仕事ではなく、
一番大切なのは健康と家族なのだと本当に思うようになりました。二人もこれから助け合いながら元気で明るい家庭を築き上げてほしいと思っております。とはいえまだまだ未熟者でございます。皆様方には末永いお力添えをいただきたく存じます。結びに皆様のご健康とご繁栄をお祈り申し上げ、両家の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。代読おめでとうございます。まあ何回かね。